石巻港は、宮城県石巻市にある日本の重要港湾である。港湾管理者は、宮城県、仙台湾に面する。川口港は、ヨット計流地や田代島、安治島、鮎川浜への離島フェリーが発着する。かつての石巻港は、旧北上川川口に広がり、江戸時代には、伊達藩のみならず、北上川上流の南部藩の米の積み出し基地として、栄えており、 石巻港から江戸へ運ばれた米は本国米と呼ばれ、本国米は江戸で消費された米の実に3分の1を占めた。1960年より石巻市の西部鎌地区にある石巻工業港の建設が開始され、1967年より供用が開始されている。1998年からはひばりの地区の供用も開始された。 1984年撮影の石巻港と石巻市中心部周辺の空中写真。画像左下部の大規模な掘り込み式港湾が石巻港である。旧北上川河口を挟んで東側にある港湾は石巻漁港である。1984年撮影の21枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成。2011年には、震度6強の強い地震に襲われ、岸壁の損壊や土砂の流出のほか、岸壁や埠頭の多くが沈降した。また、港湾周辺の物流施設などもの木並み流出したため、一時港湾機能を喪失した。その後、応急復旧を行って使用しており、国土交通省は、平成25年度末までの復旧を目指すとしている。 ありがとうございます。